はようございます、バーンです。いよいよここの植え込みのユニット一つのね塊の一番端までね今日は行けそうですね。それでは早速作業を開始しますけれども、今日はニューアイテムの紹介も兼ねております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもです。今日はですねモノタロウでアイテムを揃えてみました。作業用手袋モノタロウ製ですね、 L サイズです。それからこちらなんですけれども SK11 選定用という、24センチのノコギリですね、これ新品買ってみました。いつもねちょっと長かったですね。で一般的には24センチを買うとねいいという、ネットの情報をもとに今回こういうやつを買ってみました。でこいつはですね、刃が交換できるということなんで、経済的にも優れてるんじゃないかなというふうに思いました。実際使ってみてどうかっていうのはまたね、明日以降お話しさせていただければなというふうに思っております。それから剪定バサミも新調しました。もう今まで使ったやつもガタガタです。何遍調整しても刃と刃が、ね、浮くというね。そして今回今までにはない、機構を持った剪定バサミを買ってみました。ラチェット式です。つまり、カチカチカチってやってで刃がね、戻らないというような機構を備えているみたいですね。まあ、とりあえず使っていきます。はい、どうもです。今日ね、ここの橋まで行けるかと思ったんですけども、この裏側がですねまだまだダメですね。ダメっていうか、手入れないと下草の処理できてないですね。ちょっとねまだまだねまだまだです。ちょっとお見せいたしますね。こちらなんですけれども、ほんまこんなことしたくないんですけれども、この樹木めちゃくちゃ太い樹木ですよ。これ多分10年20年ぐらいかけて育ってきた樹木なんですけれども、この幹がですね、これなんですよ。で、まずもって、剪定じゃないですよね、もうこれ破壊ですよね。こういうような枝の間引き方がなされている。で途中でね頑張って切ろうとした跡があるんですよ。でそれにもかかわらず頑張って芽をね、伸ばそうとしてたんですけども、
もうねあちこち尖りまくってて、もう安全第一で、これについてはもう泣く泣く根元から行きました。で、幸いなことに、こっちの方にまだもう一本ありましたんで、これもね実際にはここでへし折られたんですけども、なんとか、これ以上枯れが進まないようにという願いを込めてここでカットしたんですけども、ここもやっぱ枯れてますよね。まあでもツツジの生命力なんで、ここからもう一度再生していってくれればなというふうに思います。あともう一本ぐらい残しておいたらよかったんですけども、実はですねこれを残しつつ、ヒコバエ一本だけっていうのはちょっと事実上無理です。で頑張ってあの辺やったとこもあるんですけれども、めちゃくちゃ時間かかって、で結局こっちの方の幹にね、皮がめくれてしまったりというようなことがあって、泣く泣く結局、この例えばこれを残したとしますよね。でやっぱこれ残したところで、将来的には太い株にはならないかなといったところですね。でもう一から再生してもらおうかなと、これについては。で頑張ってやったところがですね、こちらですね、これですよ。この種木はさっきも言ったような感じで、ほとんど枯れてました。でもそれに密接するような形で、まあ、割と太いヒコバエが生えてきて、これは将来、有望な感じでこの辺バーって、わーって生い茂っていってくれるかなというふうにも思いますし、そんな感じでやってます。あとそれからあの辺のもう切り株はのもうあまりにもたくさんありすぎるんで、後ほどチェーンソーで処理しておこうというふうに思います。でね本当にもうねへし折られた箇所が至る、あここもやこんな感じでねべきべきってなってるんですよね。結局 ここまで戻さんと切り戻しないとダメですね。これもちょっと今やっときますけれども、ほとんど枯れてますよね。これなんかでこれもほとんど枯れてるんですよ実は。でもこれ切っちゃうとこの辺が茂みにならないん で幸いなことにこんだけ枯れててもここから再生しているんで、これは残しましたと。まあことごとくべき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 折っただけで、なんとかしようとした痕跡が多数見られます。ほったらかしの方がよっぽど良かったと思いますけれども、まあ、そういうことを言うとね、趣味でやられている方に気の毒かもしれないですけども、それでも子供の安全を脅かしていることに、気がついていただければなというふうに思います。あそうそう、ノコギリと剪定バサミですね。ノコギリと剪定バサミ、ノコギリ買ってよかったですよ。短め買ってよかったです。24センチ使いやすいです。この刃先だけで切らなあかんケースがねただ発生します。このような剪定をするときにどういうことかって言ったらですね、奥の方に残したい枝があるんだけども、そこまでには到達してほしくないというようなね、用途にものすごく向いていました。あとそれからラチェット式なんですけども、ちょっとまだ使い慣れないですけども、パワーはすごいありますね。で、何回か握ることによって太い枝も難なく、切ることができます。実はですね、手の指がですねだいぶ太くなってきてピアノ弾くのに支障が出るんじゃないか疑惑が発生しておりますけども、実際にはですねそんなことはなく、そんなピアノが弾けなくなるぐらい太くなるということは実際ピアノ弾いてみてそんなことはありませんでした。というわけで、まだまだねここの端まで今日行けるかと思ったんですけど、向こうの方がねまだもうちょっと処理できてないんで、あともう1日ぐらいはかかりそうです。本日の動画は以上です。ではでは。